皆さんこんにちは、日常的ランキングチリです。今回の動画は妄想企画、もしも自分の都道府県人口が隣接する都道府県人口を足した数で公表して良くなったら、自身の都道府県人口とその都道府県に隣接する都道府県人口の合計を計算しランキングにしてみました。周りの都道府県人口が多い方が有利なのか、隣接都道府県数が多い方が有利なのか。それではスタート。第47位、沖縄県、148万5670人。第46位、長崎県、213万2248人。第45位、高知県、276万1637人。第44位、青森県、340万6396人。第43位、徳島県、372万6522人。第42位、鹿児島県、443万1245人。第41位、山口県、479万5476人。第40位、香川県、491万2433人。第39位、石川県、492万6063人。第38位、北海道、518万3687人。第37位、島根県、534万7282人。第36位、宮崎県、556万2385人。第35位、岩手県、567万4751人。第34位、愛媛県、651万5209人。第33位、秋田県、673万1433人。第32位、佐賀県、724万755人。第31位、宮城県、732万9596人。第30位、福井県、781万5460人。第29位、山形県、831万1586人。第28位、富山県、840万3941人。第27位、滋賀県、847万5927人。第26位、広島県、856万8101人。第25位、福岡県、879万9353人。第24位、大分県、906万5473人。第23位、新潟県、1012万4351人。第22位、熊本県、1067万892人。第21位、鳥取県、1137万4709人。第20位、岡山県、1167万3263人。第19位、和歌山県、1285万6183人。第18位、福島県、1413万1288人。第17位、奈良県、1536万7677人。第16位、栃木県、1603630人。第15位、愛知県、1725514人。第14位、群馬県、1735万8692人。第13位、三重県、1750万7347人。第12位、岐阜県、1771万1742人。第11位、大阪府、1907万1314人。第10位、兵庫県、1923万1938人。第9位、茨城県、2037万838人。
第8位、京都府2210万3981人。第7位、静岡県2327万5414人。第6位、神奈川県2748万4858人。第5位、長野県2861万2189人。第4位、千葉県3038万2033人。第3位、山梨県3692万7676人。第2位、埼玉県3714万1504人。第1位、東京都3752万3206人。以上でこの動画は終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。